안녕하세요. 저는 후지시로 토오코라고 하고요. 한국에 온 지 한 9년 정도 됐고 현재 한국에서 회사를 다니고 있습니다. 고고 시절에 캐나다에 유학을 한 경험이 있었는데 で、その時に初めて、ネイティブと話したんですが、やっぱりすごいネイティブの英語の速さにびっくりして、で私も高校中学とずっと日本で英語教育を受けていたので、それなりに英語ができると自負していたんですが、全然ネイティブの英語の速さについていけなくて、この日本の英語教育って本当に合ってるのかなっていうのはずっと感じていました。でそのまま留学が終わって、で日本に帰ってきたんですが、その時にやっぱり英語を忘れたくない思いが強くて、で英語教材を探していた時にアロイングリッシュに、出会いまして、でそのアマゾンで見ても満点に近い点数で、レビューなんかもすごい180度英語に対する見方が変わるって書いてあったのを見て、ああこれがカナダの留学時代に感じていたそのネイティブの英語に対する考え方と同じだって思ったんですよね。で私は韓国の大学を卒業して、で韓国企業に就職して働いていたんですが、やっぱり子育てにぶち当たった時にすごく難しいなと感じたんですね。でもやっぱり仕事がしたくて、でそれで就職先を探していたんですが、やっぱりワーキングマザーと、キャリアの方も中断してしまいましたし、そういった中での就職活動っていうのがすごく難しかったんですね。でその時に今のワーキングマザーに対しての配慮をすごくしてくれる会社に出会いまして、そこに出版会社なんですが、そこに就職しました。日本の出版業界っていうのがすごく保守的 でなかなか海外の出版社と契約をしてくれないんですね。で韓国のコンテンツっていうのを日本に送るのがすごく難しくて、で代表と話し合った時に、じゃあ日本で出版社を作りましょうということで、私が日本支社の代表を任されて、で日本で出版業を始めることになったんですね。じゃあ思う存分韓国のコンテンツを日本に送り込めるということで、でその時にどういったコンテンツをまず最初に送り込もうかって考えた時に、思い出したのがアローイングリッシュだったんですよ。何よりもこのアローイングリッシュのコンテンツを日本の人にまた知ってもらいたいっていう強い思いがあったので、日本での出版を本格的に始動し始めました。今日本の英語教育市場っていうのが、従来の文法だとか、あとはリスニングとか英訳を繰り返し繰り返し行う英語教育から、コミュニケーション中心の英語教育に変わってきていると私は分析しているんですね。でその中でアローイングリッシュのこの画期的な英語教育法っていうのが日本に広まると大革命を起こすと私は信じています。私はアローイングリッシュに期待していますね。日本で英語のできない多くの日本人の人たちにこのアローイングリッシュを知ってもらいたいと思います。